空振りさせられるというのが素晴らしいですね。やっぱりねバッターの思ってるよりも伸びてくるわけですよね、ボールもね。そうですよね。これやっぱり恐怖でしょう、バッターにとっては。まあ、あれだけ武井さん、まっすぐにしてもいいのが続きました。うわー、まっすぐで三振を取りました。笑顔。うわー、まっすぐ150キロが出ました。ストレートで三振取ることが結構多くなってきて、結構それが清原さんにその対戦で得たものとしては大きかったかなと。昨日のリリーフ失敗の鬱憤を晴らすかのように藤川球児、8回から満を持してこの男が登場。あの手的な成長は目を見張るの逆、 DFK にも乗り152キロ。首位打者青木も務め3者連続三振に切って取ります。今日ね、なんか腰が痛くないような音なんですよね。特急でフルスイングの朝原三振。この辺をね、金振りの三振取るということは相当自信になりますよ、はい。この後、ここまでピリッとしなかった藤川、久保田が8回、9回を。ストライク！徐々に整理されてきましたタイガースの投手陣。あーっと、変化球バットが出ません。何度も言いますけど、打った金本はこれはもう最初からそういう予定で来てると思うし、もう藤川を最初のバッターは川中です。ファーストの守備から入ったケース通算としては1勝目。ワンボールマウンド上は、もう今度は変化球を持ってきて、が入るのか非常に難しい。8回の表のジャイアンツ、負けてるとか大差で勝ってる以外はね、うん。は153キロ。わー